その量的なギャップに加えて食料の場合にはですね、その特徴的なのは先ほどの国際科学の図で見ましたように不安定だと、他の電気製品とか工業製品の国際市場に比べて極めて不安定なわけですね。それをもたらしている要因は、一つには商品属性ですね。食料農産物というのは生活必需品であって長期の保存が効かないと。これ私たちの分野では需要の価格弾力性が小さいというふうに表現するんですが、この商品属性が大きく効いていると。で、他方では食料の輸出国が非常に限られた国に限定されていると。でもう一つは人口爆発で、不断に伸び続ける食料消費を満たすための増産のルートがですね、二通りあるわけですが、単位面積あたりの端子を増やすというのと面積そのものを増やすという、そのどちらのルートもですね、究極的には不安定化につながるわけですね。ですからこれが相乗的に働いて食料市場というのは不安定だという特徴を持ってくるわけです。でそれでその不安定ですから将来の見通しが立たないということでですね、国際食料需給の将来予測というのがいくつかの国際機関あるいは研究機関で定期的に公表されているんですね。でそれはその予測機関ごとにあるいは研究機関ごとに予測手法も違うし、その使うデータのカバレッジもそれぞれ違うということですから、それぞれの予測結果というのは大きく違ってる、異なってるんですね、まちまちだと。しかし次の4点においては全部の予測が共通してるんですね。それは先進国では過剰、途上国では不足、ここまでは先ほど数式で確認したのとそれが予測でも出てくるということなんですが、それに加えてですね、旧計画経済国では不安定に推移すると。で最も重要な共通点はですね、先進国の過剰は途上国の不足を相殺してあまりあるということでも全ての予測に共通しているわけです。ということからですね、今後も北の飽食と南の飢えというのは持続するということが示される。でそれともう一つですね、食料に関して注目すべきなのは、このもともと不安定な属性を持っている食料市場においてですね、途上国の先進国の投機的行動がその不安定さを増幅させると。大豆とかトウモロコシですね、これは商品先物市場の対象になりやすいんですね。ですから投機の対象にされやすい。で途上国はその余裕は全くないわけですね。ですからこの先進国の投機的行動もこの不安定性にかなり関係していると。でそれともう一つですね、注目すべきことは、1989年から91年にかけてソ連東欧が崩壊したんですが、それ以前はですね、東西の冷戦構造が非常に深刻であったと。この今まで述べてきました食料の南北問題に、その東西の冷戦構造がオーバーラップされたわけですね。でそれは今もこの構造は続いてますけれども、今はその冷戦構造は軽減されましたけれども、この輸出の構造ですね、これはと言いますのは、この輸出国というのはどこがメジャーかと言いますと、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチン、これ全て資本主義国ですね。だから国際市場に突如として撹乱分子として大規模な輸入国として登場するのはですね、登場していたのは、今もそうですけど旧ソ連、今のロシア、それと東欧、中国、北朝鮮といったところが突然大規模な穀物輸入を宣言したりするんですが、そのようにその輸出国は資本主義西側、輸入国といっても不安定な輸入国は東側というような東西の冷戦構造がオーバーラップされていたと。ということからですね、この時の認識が今も続いてまして、食料は第三の武器というふうに認識されるようになった。第一の武器は物理的なですね、ガンとか銃ですね。で第二の武器は石油で、第三の武器がこの食料穀物という、この時期によく国際紛争、国際交渉の武器としてですね、食料が使われたわけですね。その名残ですけれども、それで非常に不安定だということで、今も国際備蓄構想というのが細々となされてますけれども、その効果はほとんど出ていないと